皆様こんばんは。お酒の塾長です。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯370杯目になります。今回は日本の居酒屋を代表するお酒の飲み方、ホッピーです。私も居酒屋でよく、お世話になってる銘柄になります。早速いただいていきましょう。品名炭酸飲料ホッピー、銘柄ホッピー330、原産地日本東京都、製造者ホッピービバレッジ、アルコール分約 0.8% になります。金額は1本あたり119円で購入をさせていただきました。酎ハイとともに昔ながらの居酒屋を代表するお酒、それがホッピーで、麦芽発酵飲料になります。主にですね、関東でよく見かけるね、銘柄になりますね。で、厳密に言いますとホッピー自体はアルコール度数約 0.8% なので、酒類ではなく炭酸飲料というカテゴリーになります。アルコール分 1% 以上がお酒の扱いになるっていうことですね。で、ホッピーはですね、東京都調布に位置する工場で生産されまして、原材料は麦芽、ホップ、スターチ、糖系統を中心に構成されているビールテイストの飲料になります。ということで、いわゆる麦芽とホップって言ったらですね、ビールっていうのを思い出しますよね。しかし今回はね、約アルコール度数 0.8% なのでね、炭酸飲料になるんですが、ということはやはりですね、アルコールをね、足してね飲むっていうのが一般的な飲み方になりまして、そのホッピーとコラボレーションする主力のお酒っていうのはですね、人の好みにもよるんですけど、一般的には風味が控えめでスマートな香類焼酎、いわゆる連続式蒸留焼酎、ホワイトリカーのようなねものになりまして、この飲用形態にはね、長年根強いものがあります。ということで、今回は私の大好きな焼酎香類の金宮焼酎がお供になります。実際居酒屋行くと金宮焼酎ねとホッピーっていう組み合わせ多いですよね。で、このホッピーっていうのはですね、戦後の物資が乏しい時代においてビールの代替え品として登場したというね、そういう、飲み物でして、焼酎のホッピー割は当時の庶民にとっては身近なアルコール飲料の一つだったのですね。戦後の当時ですね、他には類を見なかった本物のホップを使った本物のノンビアとの意味を込めてですね、商品名は最初はホッピー、面白いですね、ホッピーっていう風に考えられたんですけど、発音がしづらいっていうことからホッピーと命名されたっていうね、それが名前の由来なんですね。で、当初はね、関東、東京ですね、新橋や池袋の闇市を中心に発売が開始されたっていうものですね。で、その当時っていうのはですね、まあ、戦後っていうこともあって、ビールは高嶺の花で、庶民はね、手が出せないっていう時代で、また、お酒というと、粗悪なアルコールしかなかった当時なんですね。そこで、このホッピーと粗悪なアルコールを割るとですね、風味がちょっと臭くてもですね、お酒も美味しく飲めると。さらに、ビールより安く早く酔えるっていうことでね、人々に受け入れられてですね、爆発的にヒットしたっていうことなんですね。やはりね、戦後の敗戦からですね、いち早く立ち直ろうと日本人の心を支えた、そういうね飲料、それがホッピーなんですね。焼酎割飲料ホッピーというね飲み方はですね、そのようなね、社会的な背景から生まれてきたというものがあります。で、現在においてはですね、焼酎のホッピー割はとても人気のあるお酒で、私もね、よく飲みますね。焼き鳥やホルモン、そのようなところ、あと串カツですね、もあったりしますので、よくホッピーいただきますね。
まさしくね、昔ながらの居酒屋、大衆的な居酒屋、ガード下の居酒屋、屋台などの定番になってるというね、そういうものがね、このホッピーで、ホッピーをね、より美味しく飲める手法に三例のすすめっていうものがありましてですね、何かというと1番、グラス、いわゆるジョッキ、2番氷類焼酎、3番ホッピー、この3つをよく冷やして焼酎1対ホッピー5の割合で、焼酎をグラスに入れた後、ホッピーを勢いよく入れてかき混ぜないでいただくスタイルが伝統的な飲み方ってことなんですね。あれってね、思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、伝統的な焼酎のホッピー割りにおいては氷ですね。氷は不要なんですね、実はね。しかしながら私もね、ホッピーよく居酒屋で飲むんですけど、経験上においてはホッピーを居酒屋でお願いすると、ホッピーの瓶、そして焼酎と氷が入ったね、ジョッキというセットが提供される。これほとんどですよね。氷入ってないで出てくる、ホッピーセットっていうのはちょっとあんまり経験ないですね。まあこれこれでも美味しいんです。氷入ったホッピーもね、普通にめちゃくちゃ美味しいんですけどね。あ、厳密に言いますと、氷が入ったグラスに焼酎が入ってね、後で、ホッピーを注いでいくというね、そういう飲み方になるんですね。で、さらにこれ私の経験なんですけど、居酒屋さんのね、おかみさんにね、ホッピーの飲み方についてご指導をいただいた時もありましたね。私もそのまま、ホッピーセットを普通に飲んでたんですけど、ある程度飲んだら、焼酎が薄くならないように、ホッピー中、いわゆる中っていうのは焼酎ですね。中を追加するのがホッピーの飲み方ですよと。要はこっちのホッピー1本に対して、アルコールの方をどんどん入れていきましょうっていう飲み方ですね。よくね、居酒屋で言ったらホッピー中、ホッピー外って言いますけど、中っていうのは焼酎のことですね。外はホッピーになると、まあ、そういうね、呼ばれ方っていうのがありましてですね、なかなか慣れてないとよくわからない頼み方ではないだろうかっていうふうに思いますが、いろんな居酒屋ね、特に大衆的な居酒屋行ってホッピーを置いてあるところがあるとね、よく聞く光景ですよね。別に焼酎で割れなくていいんですね。他のアルコールで割ってもいいんですけど、今回はですね、やはりよくお世話になってる氷類焼酎をお供にですね、ホッピー白330をいただいていきましょう。ちなみにね、居酒屋とか行くと業務用っていうんかな、360のね、瓶が主流なんですね。で、こっちは天板用、いわゆる一般マーケット用なんで、330ミリですので、このホッピーの名前はホッピー330っていう風になってるようですね。楽しみですね。ではオープンをしていきましょう。今回はね、ホッピーの単体、そして、焼酎をホッピーで割る、この2パターンをね、一気に試していきましょう。まずは我らが、氷類焼酎の金宮焼酎です。この前動画でアップされましたね。私の大好きな焼酎ですね。1対5って言ってたから、とりあえずこんな感じにしときましょうかね。そして今回は氷なしでね、いきますね。はい、ホッピーです。ホッピー330、見えますかね。低カロリー、低糖質、プリン体ゼロ、ちょっとぼやけてるかな、ホッピーって書かれてますね。オープンをしていきます。こちらは、炭酸飲料なんで王冠ですね。まずそのままですね。そしてこっちはもうかき混ぜなくていいって言ってたんで、一気にいきましょう。1対5って言ってたから、こんな感じかな。はい、ではですね、ホッピーのまず単体から味わっていきましょう。単体で飲むっていうのもあまりないんですけどね。はい、このような感じで、やはり泡立ちありますね。炭酸飲料ですんでね、コップの形にもよるのかな、こっちの方が多く泡が増えてますね。こちらは少し控えめな感じですね。まあ焼酎の影響もあるのかな、ちょっとわからないんですけど、うん、淡いゴールド、淡い、イエローの透明感がある外観を呈してます。ホッピー330の香りを取りましょう。単体です。やっぱりビールっぽいですね。
ビール風テイスト飲料ということもあって、麦芽とですね、あとホップの香りですね、あのフルーティーっていうよりもどっちかというと、なんだろう、あのハーバルな感じっていうんですかね、薬草的な感じ、そしてですね、苦々しいような、雰囲気、それはですね、心地よいような苦味ですね、そのような香りがしますね。うん、あとはですね、当然ながら当たり前の話なんですけど、ノンアルコールビール、あの辺と非常に近しい、香りを呈してます。ホッピー単体口に含んでいきます。あ、普通にうまいですね。本当に麦のジュース、麦炭酸割りっていう感じですね。ビールのアルコールなし、厳密に言うと 0.8% 入ってるんでね、何杯も飲んでしまうとね、ちょっとね、酔っ払う可能性がありますよね。ですので、車とか運転される方はホッピーね、ちょっと避けた方がいいですね。 1% 未満だと言ってもね、あるにはあるんでね、アルコールはね。でですね、やはりそのホップの苦味、懐かしくて心地よい苦味ですね、その辺がですね、本当にね、喜ばしい感じですね。で、すっきり爽快、ごくっと飲める、そしていい意味ね、なんだろう、変な意味じゃないですけど、荒々しい感じもしますね。これがですね、様々なね、一般大衆的な居酒屋、つまみとしては焼き鳥とかね、ホルモンとかの油と対峙してくれるような、そんな感じがするなっていう風に、このアルコールなしで、ごめんなさい、焼酎で割ってないそのままのものでもですね、そう感じることができました。では続いてですね、こっちですね、金宮焼酎、いわゆる焼酎香類を、ホッピーで割ったもの、いかがでしょうか。香りを取りましょう。うん、まあ、もともと香類焼酎自体がですね、サイレンススピリッツ、いわゆるそこまでね、風味がシンプルでスマートですので、やはりホッピーの香りが主体になりますね。先ほどの焼酎が入ってないホッピーと同じような香りがあります。ということは、やはりこれはですね、味わいで、確認していく、比較していくことしかできないですね。口に含んでいきます。やっぱり私はこの香類焼酎入ってる方が好きやね。ちょっとね、時系列があって炭酸が抜けてしまったっていうのはあるんですけど、やっぱアルコール感が感じて、さらにですね、ビール風飲料っていうのも分かりますわ。ビールっぽいけどやっぱり違うよね、ビールとは違う。それはどういうことかというと、炭酸具合もそうなんですけど、なんて言ったらいいんやのかね、先ほど荒々しさ、いい意味で荒々しさって言ったね、表現があるんですけど、そのもわっと広がる、いい意味、取り留めようのないような余韻っていうんですかね、ざわざわした余韻、これが私好きなんですね。これはですね、粗い苦味って言った方も、もしかしたら表現がいいのかもしれませんけどね、非常にね、このなんだろう、一般的な居酒屋で、合わせやすいような酒質っていう風に言えますよね。油もんとかとよく合うような気しますよね。いや、いいね。ちょっともう一回だけ、ごめん、ホッピー中と外を両方追加して、飲んでみましょうかね。いわゆる泡を、炭酸感をちょっと出してね、飲んでいきましょう。すべて入れましょう。うん、いいですね。やっぱりビールに比べたらですね、やはり泡立ちが時間的にすぐ、控えめになっていきますね。飲んでいきます。あー、なるほどな。いや、いいですね。もうあれですわ、焼き鳥、皮とかですね、ぼんじり、あとネギマ、まあ、わし塩の方が好き、まあこれお店によんないけどね、誰も両方好きなんやけど、あとはね、昔食べたことなかったんですけど、ホルモン、カシラとかね、ハツ、そしてですね、串カツ、鶏とかね、あとはウインナーとかね、あとはレンコン、そういうものをつまみながら、このホッピーでチビチビチビチ飲んでいく、そういう風に、すると至福の時は過ごせますよね。今回はですね、普段私もたくさんお世話になってるホッピーの紹介をさせていただきました。まあ、ホッピー単体で飲むっていうのはなかなかなかったんでね、非常にね、いい経験、いい勉強に、なりましたね。楽しかったです。では、今夜は、
ホッピー330で乾杯。